ワンフーチンワンフーチン市近上、天壇岩園ワンフーチンの一ワンフーチンとは、北京中心部東上区にある繁華街。巨大デパートや飲食店が立ち並び一帯は、歩行者天国になっている。日本人には、北京の銀座と呼ばれることもあり、また西洋人からは、ここに居住していた、オーストラリア人の新聞記者、G.E. モリソンの名を取って、モリソンストリートと呼ばれたこともある。 市場、百貨店、ホテル、書店、飲食店などがこの通りに面して立ち、北京の街のほぼ中央にあり、故宮、北京駅、外国人居留地区などからも近いところから、特に20世紀に入ってから商店街としてにぎわい出した。ワンフーチンという地名は、かつてここに、王府の井戸があったことに由来するといわれる。井戸のあったとされる場所にはマンホール型の記念碑が、 地面にはめ込まれているが、これは1998年の建国50周年、直前の北京市内の大改造の過程で地下から発見されたもので、有名な巨大な手書きの北京地図である、県隆形状禅図にも描かれているが、この通りに面しては他にも井戸があったことが交渉されており、たまたま工事中に見つかった井戸をワンフーチンとしていいのかは疑問とする地名研究家の意見もある。 中国でのこの井戸の位置についての説は一定していない。中心商店街としてのワンフーチンの位置は、ここにある店がそれぞれ古くからの場所を変えず、規模的にも大型化ができず、古くからの商いが若い消費者の要求に応えられないなどの理由で、最近では、西端東端東三角路方面などに次第に奪われているが、 観光的にはその知名度によって広く知られているため、地方からのおのぼりさんや外国人の訪問者は多い。ありがとうございます。